はいどうも、てぃゅっぴぃです。フィッシングパラダイス続きやっていこうと思います。前回はロケットのアイテムを全部揃えましたね。うん、でこの友達のフレンドのやつもね、急に出てきて今猫をマックスになってるんで一つついてます。これだね。で今日はこの9のやつらはマックスになると思うんだよね。まあ、ここら辺のサブストーリーもちょっと見てきたいなっていうところやっていこうと思います。じゃあまずはこいつからいこうか。話したいことがあるんだ。僕のシェアハウスまで来てくれないかな。じゃあいいよ。何プレステ違うか、スイッチか。色的には話が終わったら呼ぶんだお。何、二人っきりでの急な話？対戦の続きやるよ。ありがとうデイブさん。あ、そっか、こいつら一緒に住んでるってだもんな、シェアハウスで。僕ね、生きていた頃はずっと病気で外に出られなかったんだ。外で元気に遊べるみんなが羨ましくて仕方なかった。天国に来て冒険始めた理由はそれなんだ。でもこの前は調子に乗って君とジョニーさんに迷惑かけちゃった。やっぱり僕は家でおとなしくしてた方がいいのかな。君がいなかったら選択肢欲しいな。僕の情報があったから今の家が持てた？僕の冒険は君の役に立てたの？そうだぞ、冒険はした方がいいぞ。うん、まあ病気がちで出れないパターンはしゃあないけども、出れるならね、いろんなとこ行ってみたらいいんじゃないかな。ありがとう、お世辞でも嬉しいよ。わかった、僕は冒険を続ける。友達が励ましてくれたんだもん、答えなきゃ。友達じゃないよね。そんなこともない、別に冒険行くか行かないかは自分で決めていいんじゃないか。まあでも行った方がいいな。それから数日経ってジャンからのプレゼントが届いた。新たな冒険先で手に入れたレアものらしい。植物ボード、植物ボード。あ、でマックスで2人行きましたね。これ全員埋まったらどうなんだろう。先にじゃあ館内行こうか。うん、おーい、美人のお姉さんからデートの誘いだ。今回は気分を変えてジャングルの自然の中で飲み明かそうぜ。仕方ないな、酔っ払いは放置だ仕方ないな。大丈夫、虫に刺されたりとかしない？天国に来た時、生きてた頃に出会ってなかできなかったことをとことんやるってそう決めたんだ。世界各地の建築を見て回る旅、その旅で出会った各地の技術を融合させた家作り、そうやって作った家を気に入ったやつにだけ送る気ままな生活。そうそう、弟子を育てるっていうのもその一つだね。ロケットは？さすがに考えもしなかったと思うだろいや、木材扱ってる人がロケット作るとは思わなかったわ。実は宇宙に関する勉強はしていた。最初の打ち上げの時に言ったかな、宇宙ステーションの建設にも興味があるって。いや、宇宙ステーションの建設とロケットの建設は全く別物だと思うんだよね。俺個人的な考えで全く分かんないけど、宇宙ステーションって何？宇宙にあるステーション。そっか、じゃあロケットと似たようなもんなのか。あの発射台、なんか NASA みたいな、 JAXA みたいな、そういうことではなくてってことね。私の叶えてない夢の一番手はそれさ。神様ってのはどれだけ人の縁ってのを操れるんだろうね。ほう、宇宙に行きたいあんたが出会った大工は宇宙ステーションを作りたい私だった。ありがたいと思う一方で、
意のままに操られてると思うとちょっと気に食わないね。まあ意のままに操られてるんだったら気に食わないかもしれないけど、意のままに操られてるかどうかわからないけど、でも奇跡的な再会って本当にあるよね。自分もちょっともう、まあ、カンナさんらしいね。そうかい？まあ褒め言葉と受け取っておこう。そうそう、人の縁といえば、ちょっと前にもう一個できすぎた出会いがあったんだ。ロケット開発の時、参考になりそうな情報を集めていたんだ。そこで空を飛ぶ家を開発した大工がいるって知った。何それ、めっちゃいいじゃん。そしたら誰だったと思う？師匠じゃない？父親、うん、そう、師匠っていうある父親じゃない？兄弟、旦那、まあ父親じゃない？正解、正解しちゃった。私の師でもある実の父だった。驚いたよ。伝統的な日本家屋しか作ってこなかった父がだよ。空飛ぶ家なんて伝統とはほど遠い家を作ってたんだからね。で、話を聞くと理由が分かった。父も伝統にとらわれない家を作りたかったんだ。伝統に固執してたのは昔気質の仲間たちをまとめるため。女の私を引き継ぎに後継ぎに指名しなかったのも仲間たちの猛反発があったから。話を聞いて胸のモヤモヤが取れたよ。私は素直に父を尊敬していいんだってね。いい話。かなさん、ちょっと足入ってますよ、水、川に。大丈夫？すっかり長話をしちまった。その詫びだ。いや、いいよいいよ、楽しかったよ今日の話は。あんたの家に合うんじゃないかな。壁タイプ D、 どうしてだろうね。あんたにはついいろいろ話したくなる。もしよかったらまた長話に付き合ってくれよな。あ、何？あ、順番なのかな。誰がどことかじゃないんだね。何個もらったか。じゃあこいつの話行こうか。ぜひとも話したいことがあるんだ。暇ができたら教えてくれよ。じゃあ行こう。聞いてくれよ、カンナさんが天国のいろんな場所に連れてってくれたんだ。大工の勉強のためいろんな建物を見てみようってことでな。世界には大きな建物がたくさんあるんだな。特にカンナさんの国の人が作った城って建物、お城か、すごくかっこよくて感動したぞ。ん？なんかさ、すごいなって思うのと同時にさ、俺の村に腹が立ってきたんだ。あー、外に目を向けず狭い世界に満足して。まあでも知らなかったら別にそれはそれで幸せだからね。知れば知るほどやっぱ欲っていうのは出てきちゃうし、いろんなものをなんかないものねだりでいいなと思っちゃうから、知らないのは知らないので、うん、悪くないんじゃないかなとは思うけどな。不便な生活を堅くなに続けている。村の外で知らないものに出会うたびそう思うんだよな。俺、村を出て本当によかった。きっかけをくれたお前にも感謝してるぜ。あ、そうだ、土産をもらってきたんだ。これよかったら家の飾りにしてくれ。魚の絵。まあまあ、出てよかったのはよかったでいいと思うけど、それで村を恨むのは違うから、仲良くして。あ、これはまだ終わってないのか。メッセージ。いつも魚ありがとう。渡したいものがあるので、暇な時山上湖まで来てくれますか。行ってみよう。これ多分ね、読んだから色消えてんだよね。適当になんか俺、あのサブクエ3やって4、5って出るから、4、5って連続やって、次が6かどうか分からずに押しちゃって、ああちょっと待ってちょっと待ってってなってる。これよかったら使って。いつものお礼よ。あ、何、お子さん、お子さんくれるの。ソファー緑。赤ちゃん元気そうですね。うん、順調に育ってくれているわ。天国にいるおかげか、苦労が全然なくて不安に感じるくらい。不安？いろいろな苦労を重ねた方が子供への愛情は深まるんじゃないか。体験すべき苦労をしてない私は。
この子にとっていい親になれるのかって。そうか、でも成長するのか。心の底から誰かの声が響いてくる。なえさんのママってお弁当作ってくれないの？普通お弁当作ってくれるよね。私知ってる。さんのママって本当のママじゃないんだよ。1年前にママになったばかりなんだって。本当のママじゃないからさんのこと大切じゃないんだよ。まあ弁当は作ってあげてほしいな。そうなの？かわいそう。僕のコロッケ分けてあげるよ。ほら。声は聞こえなくなった。どうしたの？大丈夫？だから母は自分を。だから母は愛してくれなかったのかって。ごめんなさい。今の言葉取り消すわ。私はただちょっと不安になってただけで、軽はずみな発言をしてごめんなさい。私絶対にいいお母さんになる。苦労が少なくたって愛情は変わらないんだって証明する。だからこれからもこの子の様子見に来てくれる？主人公の過去がちょっとずつ出てきそうだね。いや、実は相談したいことがあるんだ。もし時間があったら来てくれるかい？行きましょう。ここの場所好きね、みんな。相談したいのはね、息抜きの方法なんだ。こっちも息抜きせずに釣りばっかりさせられてるけどね。サブクエやらメインクエやらで。仕事の同僚が言うには、私は息抜きが下手らしいんだ。そこでいろんな息抜きの仕方を試してるんだけど、いまいちこれというのが見つからなくてね。何かいい息抜きの仕方知らないかい？俺さ、息抜きで明日ちょっと温泉一泊二日で行くんだけど、それを SNS で温泉行くって入れたのね。したら会社の人3人ぐらいに、温泉行くんですね、どこ行くんですか、みたいな。なんか別にバレちゃ嫌じゃないけど、なんかのんびり自然に行きたかったなって。SNS に書いた俺も悪いんだけど、 SNS ってなんか何でも書ける分なんかちょっと気まずかったなっていう話でした。息抜きで温泉行くっていう話ですね。で、知らないかい？やっぱり釣りでしょ。釣りしかない。どう考えても釣り。梱包材のプチプチを潰す。上3つは釣りか。じゃあ梱包材のプチプチ潰そう。ああ、あれか。いいよね。でもあれだけで時間は潰せないからな。結構潰せるよ、あれ。もう釣りをどうしても選ばせたいのか。どう考えても釣り。釣り。そうか。これは盲点だった。よかったらアドバイスなどしてくれるかい？あ、じゃあ僕の代わりにぜひ釣りの方をお願いしますって言うよ。釣りのやり方についていろいろ教えてあげた。ありがとう、参考になったよ。これはほんの俺だよ。本棚をもらった。自宅に戻ったら早速道具を揃えてみるよ。そっか、そっか、お金の概念とかもないのかな。だから売ってないのかな、ひょっとしたら。ちょっと聞いてほしい話があるんだ。暇ができたら声をかけてくれ。会いましょう。俺はお前さんの師匠になったわけだから。ああ、そうだったね、そうだったね、師匠になってくれたんだったね。本当に師匠と名乗っていいのか未だに迷っていたな。いや、正直前回は俺師匠なんていらねえよって思ったし言っちゃったけど、もうなんか時間が経つとやっぱり師匠でいてくれていいんじゃないかなって心変わりしてきましたよ。迷わないで。どうしてダメなの？どうしてダメなの？俺はな、マフィアの用心棒やってたんだ。マフィアの用心棒はもうそれマフィアじゃない？それもマフィアだと思うのよな。汚い仕事もいろいろやってきた。それもマフィアだわ。自分でも天国にいるのが不思議なくらいさ。確かにな、マフィア悪いこといっぱいやってて、でも神様の価値観がどうなるかっていうところもあるからな。
そんな俺が人様の師匠を名乗ってもいいものかね。まあ、天国ではまた別人生なわけだからね。それでもなってほしい。天国にいることが答え、まあ、天国にいることが答えなんじゃないの。実はいい人なんじゃないの。ふっ、それだけまっすぐな目で言われちゃ反論する気もなくなっちまうな。分かったよ、師匠は続けよう。これからもよろしくな。よろしくお願いします。お、そうだ、依頼主からの贈り物なんだが俺には似合わなくてな。もらってくれるか。パラソルのカウンター。ふんふんふん、面白いね。このサブクエも見てるだけでもね。実験のモニターを探してるんですか。協力者も。いや、なんでよ、なんで知見みたいなことしなきゃいけねえのよ。ささやかですがお礼も用意してます。まあしようか。じゃあ進めなきゃいけんしな。はい、これでセットできました。あとは普通に生活してもらえれば OK です。何つけられた。忘れないうちにお礼も渡しておきます。丸いテーブル。ところで何をつけたの。いろいろなデータの測定器です。生前の世界の体と今の体、具体的に働きがどう異なるのかを調べる実験です。いや、生前の体わかんないから比べようなくない。装置は自作したの。ええ、まあこれでもスーザン先生の助手ですから。ん、何か気になることでも。もしかして元人間。どうでもよくないですか、そういうの。元人間がカッパとかに。ってことは小鳥ちゃんも元人間の可能性出てくる。僕は気にしないですけどね。生前あなたがどんな人物だったかなんて。その割には装置つけてくるの。なんかカッパの続きが気になるね。頼みがあるの。今度釣りに行くとき一緒に行かせて。いいでしょ。いいよ、釣りしようぜ。デート、デートなの。何、写メ。パパが釣りの好きな人だね。小さい頃は何度か一緒に行ったんだよ。餌のミミズに触るのが超嫌でさ。俺もちっちゃい頃父親と一緒に釣り何回か行ったことあるわ。そういえばほんと10歳ぐらいまでの頃だけど、結局これ釣り好きじゃないから俺がまあ行かなくなっちゃったっていうのもあるけど、釣り自体はしなかったんだけど今となってはそれもいい思い出だね。うん、いや本当いい思い出。無視。なんか言ってあげて。なんか君ってパパにちょっと似てるかも。あれ、恋心抱いた。そう。見た目のことじゃないよ、雰囲気っていうの。君って言葉足らずで苦労するタイプでしょ。男は背中で語るのよね。合ってる。合ってる。もしかしてファザコン。合ってる。ははは、でしょ。今日は楽しかったよ、ありがとうね。そっちの成果はさっぱりだったみたいだけど、うるせえわ。どんな名人でもダメな日はあるってば。ほら、これお土産あげるから元気出して。お前は釣りしないで写真撮っただけなんだ。じゃあだいぶ暇な時間長かったんじゃない。魚のタペストリーをもらった。じゃあまた会いましょう。お、ああ普通にリクエストか。どんな料理でも用意するといったらシエラカンスを使った料理が指定されてね。なんとか手に入らないかい。なるほどね。じゃあこの辺も受けるだけ受けとくか。はい、じゃあ受け終わりました。でコインも5000あるからちょっとなんかあげたいけど、うん、まあちょこちょこあげてはいるんだよね。これマックスなんぼなんだろう。10とかなのかな。テンションとかはマックスまで上げちゃった方がいいかな。でも投げパワーがねたまに必要だったりとか魅力が必要だったりするから、その状況に応じてやった方がいいような気がするんだよね。じゃあストーリー進めましょう。おかげさまでロケット2号が完成したわ。準備ができたら来てちょうだい。さあ行こうか、早速ロケットで。お、第1弾とすげえ似てるな見た目。大丈夫か。え、こいつ何、悪の組織みたいなやついるじゃん。
みんなのおかげでまたここまでたどり着いたぜ。ありがとう。なーに、私らが好きでやったことさ。気兼ねせず楽しんできな。ところでジョニー、あの天使は？俺が天使に反乱を起こすって偽情報をつかませた。今俺の船を必死に捜索中だろうさ。すぐ終わるじゃんこんなの。っていうか人の気配とかわかんねえのかな天使。ですが天使のこと、いつ気づいてこちらに来るかわかりません。今のうちにとっとと行っちゃいなさい。そうっすか。え？あれ？なんでこいつ一緒に来ることになった今フードの男。あれそんな話だったっけ。待ちなさい。天使か。うわ来た。もうここを嗅ぎつけたのか。よく見えるメガネなんだな。天使を舐めてはいけませんよ。打ち上げは中止です。させるか。おお、さすが天使。甘い、あなたのパンチは見切り。なんだかよくわからないけどぶっ飛ばしておきましたわ。ヒュー、いいぞ姉ちゃん。先生、今のうちに。はいはい、飛ばすわよ。さあついに行けるか。あれ、後ろからなんか出てきたな。先生、一緒に乗ってったあの人、いや、そこ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 、それ誰も傷つかないの？誰ですか？さあ、誰も何も触れないし、主人公も、いやいやいや、誰ですかって聞かないとね。大丈夫、鳥危ないよ。平和に飛んでるわ。あ、見てる。え、そんな楽しむ余裕ある？そんなんだったら俺も宇宙旅行行きたいわ。あ、お金の問題だった。景色の問題じゃなかったね。ん？何何？え？そっか、ここは忘れちゃいけない、天国だから。ネズミが風船で空を飛ぶことだって全然あるよ、天国なんだから。地面にいた方がいいような気はするけどな。まあでも腹も減らないんだからな、別にどこにいたっていいかな。 UFO だってそれあるよ。人間がもしかしたらカッパになってるかもしれないんだから、宇宙人になることだって可能性はあるよな。うん、なんか言ってきてほしいよね、せっかく UFO っていうかあったんだったらね、向こうも。あ、どっか着陸した。でお前は誰だ。ここが天の川。まさかこんなとこまで来ることになるとは思ってなかったぜ。どうだ、お前が夢で見た景色と近いか。似てる。ええ、ここで合ってますよ。え、もしかしてお前がそうなのか。おめえ誰だよ。あれ、今言います？それ確かにな。でもまあいいでしょう。まあロケット乗る前に聞いてほしかったけどね。正体を明かすにはいいタイミングです。私の正体、それは天使。また天使？天使かぶりしたよ。そう、私は神魚マーテル様にお仕えする天使アミエルと申します。ようこそ我が主のもとまでたどり着きました。神魚マーテル様って、ええ、夢に現れここまであなたを導いた大魚、それはマーテル様に他なりません。なぜ自分を導いた？実際に会われてお聞きするとよろしいでしょう、マーテル様。ただしここで改めてあなたの力量を測らせてもらいます。え、ここでもしかして釣りする？デルフィヌスのサイズビーチを8匹釣ってください。そうすればあなたをマーテル様のもとにご案内します。天の川の釣り場へ。おしゃれおしゃれ。あの青いやつ釣ればいいのか。はい、おいでおいで。おしゃれ、天の川で釣り。意味が分かんないけどね、どこをどう泳いでんのか。あ、待って、全然食いつかないかも。あ、来るか。あ、来たわ。待ってたら来るね。
まあ魅力とかもそこそこ上げてはいるからね、言ったでも。何それ、デルフィーネス、こいつがデルフィーネスか。ただ大きさが B 以上とかっつったから、ちょっとサイズ減足りないのか。ちょっと他の魚釣ってみたいな。この丸いのはなんだ、初めて釣る魚、人手みたい、スター人手。まあうん、確かに宇宙っぽくはあるな。天の川っぽくあるよね、人手。天の川っぽいか。まあ星とね。はい、こいつはなんだろうな。あ、この丸くて尻尾ついてるのもちょっと違う、でかいなこいつ。おお、星海蛇。その白いのも釣ってみたい。うん、こいつ何、アクエリアス、ジュースか。スポーツ飲料で釣れたぞスポーツ飲料釣れたな。よし、じゃあちょっと8匹釣ってっていこうと思います。さあ最後の1匹、さあ大きさ足りるか。大きさ足りたらクリア、いけ、よし。さあクリアしましたね。アミエルからの依頼を達成した。さあこれでマーテル様に会わせてくれるのかな。お見事です。この後に及んで試練はいらなかったかな。いや本当にね普通に会わせてくれ。おい、終わった後でそれを言うのか。サービスで私からのご褒美もあげちゃいます。何それ、壁タイプか、壁紙か。さてそれではこれからマーテル様のおられる場所に案内します。とその前にせっかくなので連絡先交換しませんナンパ友達帳に追加されたアミエルが、アミエルの願いも叶えていくのか。ん？ぬぬ、マーテル様とやらが見当たらないぞ。ははん、まずは自分の子分を釣ってみろってことか。上手だ、おめえの力見せてやれ。こいつ、あ、こいつが子分なのか。釣れるか。ああ、なかなか食わんな。あ、あっさり釣れたな。しか、ん、しん、しんし、かみしのアンチョビを釣り上げた。アンチョビなんだ。アンチョビって料理名じゃねえんだな。おい、俺様は見ての通り可愛い小鳥さ、出会った頃じゃん。小鳥ちゃんと呼べ。とあるやつからお前のことを任されたんだ。いろいろ教えてやるから感謝しろよ。で猫が出てきて、なになに、甘い味の食材が5人分欲しい。この辺だとスイートアンチョビがいいかもしれねえな。おい、初仕事が決まったぞ。これも確かにアンチョビだな。アンチョビつながり、なんか意味があるのか。え、まさかのこのゲーム伏線回収みたいなのがあるの。スイートアンチョビのサイズ指定なしを5匹だ。ん、まだするの。これもエンディングに向かってんのか、もしかして。まあも向かっててもおかしくはないか。神氏のドクターを釣り上げた。改造シーンをこれ釣っていくのか。しかしこれは随分と質素なマイホームだね。だがゼロからの方がやりがいがあるってもんだ。いいだろう、魚の礼にあんたの家作ってやるよ。あったね、こんなことも。そんな釣り自体は難しくないけどな。アジ、うん、ザコっていうのはこのアジのこと言ってんのかい。そうですが、あなたもプロなら C されたことは言い投げられた。今回も読めなかった。魚はみんな価値ある魚だ。まあ生きてるからな、生き物に価値はつけられないよな。まあ食べてるけどな。ザコなんてどこにもいやしねえんだよ。おぞいきやがれ。さてじゃあこいつもすると。まあでも1匹ずつだったら他のやつが邪魔しなくて釣りやすいな。うん、よし。メルルーサ、あー洞窟か。
今回は助かったわ。あなた、あの小鳥に引っ張られてるイメージだったけど、一人でも結構やるんじゃない？うん、短いな、思い出が。あ、遠いね。うん、あっさり来てくれるね。でっか、シャーク。あ、これが洞窟だ。あ、でもここ洞窟じゃない。ロケットのパーツあと一つ。俺様を全力でサポートする。辛いことがあったら遠慮するな。今度こそ打ち上げ成功させるぞ。これもしかして長くなるか。でももうそろ終わりっちゃ終わりか。あ、待って、こいつ食いつかねえな。ちょ待って、もうちょいそっち行くか。はい、どうですか。魅力足りねえとかないよな。まあでもな、ここもラスボスの回想シーンだから、そういうのも結構限界まで上げてもいいっていうところもあるかもしれんな。でも天の川 B は出てこないのかな。 A ね。はあ、これ1回目の飛行機か2回目か。2回目っぽいような気がする。ロケット飛行機だね、ロケットね。で、回想シーン。さて、次は私自ら出るとしましょう。あなたの培った力、直に触れるのが楽しみです。大天使マーテルさん、とうとう真打ちが出てきたな。お前なら釣れる、頑張れ。釣れるか。でかいな、クジラみたいだな。うん、あっ、でかい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 、あっさり釣れる。もうちょっと、もうちょっとなんかさ、うわ、釣れるか釣れるか大丈夫かみたいなのやりたかった俺は。私の負けのようですね。お見事でした。ちょっとレベル上げすぎたかな。あなたにとってこの場所は本当の天国ではないかもしれない。あの時私はそう言いました。その意味はもうお分かりですか。うん、めちゃめちゃ働かされるもんね。現世にいるより働かされてるような気がするわ。なんとなく分かりません。ではあなたにまつわる魂の記憶を一つ解き放って差し上げましょう。きっと今のあなたなら受け止められるはず。心の奥底から誰かの声が響いてくる。ねえ、奥さん聞きました？ええ、あのお家の人のことでしょ。かわいそうに孤独死ですって。死後3ヶ月経ってたらしいわよ。3ヶ月もの間尋ねる人も連絡する人もいなかったってこと？家族も友達も誰もいなかったのね。かわいそう。ああはなりたくないわね。孤独死か。声は聞こえなくなった。まあ俺でも今ずっと長いこと一人暮らししてるから、俺多分死んだら孤独死になるけどね。思い出しましたか？そう、あなたはいつからか他者に深い絶望を抱き、孤独のままにその命を終えました。その絶望を抱いたまま天国で暮らしてもあなたはきっと幸せにはなれない。私は夢や希望を魚たちに託して振りまくけど、その夢や希望を分かち合えるのは人だけなのです。ですがあなたはさまざまな人々と知り合い、その力を借りてここまでやってきました。そんなあなたと仲間たちへ、私からの贈り物です。贈り物です。クジラだな。何くれんの？行きなさい、夢と希望のかけらたちよ。何何？お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 ？なんだそれは。出会った人々の様子が頭に流れ込んでくる。どういうこと？俺神様になったの？何？どういうこと？
流れ星になった。え、どういうこと？クジラが今流れ星みたいに出したんだよね。みんなが何してるかが見えてくる。うん、見えたところで流れ星を見てると、みんないろんな場所でああ、このタイミングでも終われちゃうのね。ああ、なるほど。湖に映ってましたよと。おしゃれな描写だね。天使とかも見てんのか。天使じゃないよ。ああ、そう、あの天使ね。メガネかけた天使とかも見てんのかな。え？消えた？中に入ったってこと？なんで？いい景色見て、ちゃんと。猫のレストランこんなとこにあんの？俺行ったことない。え、行けんのここ？絵があるってことは行けんのかな。料理関係そういえば全然俺何もしてないな。みんなの幸せな気持ちが心に伝わってきた。私にできるのはここまでです。なんかしたの？みんなを幸せにしたってこと？みんなを幸せな気持ちにしたってこと？みんなを一時幸せな気持ちにしたってこと？まあまあ、一時でもみんなを幸せにできるってすごい能力だけど。これからも苦しい記憶が蘇り、心を痛めることはあるでしょうが、もう心配はいりませんね。え、何をもって言った？心配しかないよ。孤独死したんでしょ？お帰りなさい。あなたの天国へ。エンディングか？お、あ、お帰りなさい。咲き始めてますよ。マーテル様に愛着記念パーティー。なんか勝手に始めてやがる。まあまあいいじゃないですか。お肉めっちゃ美味しいので、どしどし食べてください。どんどん食べてくださいじゃなくて、どしどしなんだ。まあ細かいことは一個なしか。俺たちも楽しもうぜ。宴会っていいものですね。店主もいろいろやればいいと思うんですけどね。懇親会とか慰安旅行とか。これみんな喋れるの？え、地獄に住んでるの？ふーん、天国ってこんな場所もあるのね。食べ物は僕んちの農場で用意したよ。遠慮せずどんどん食べてね。でも牛とかもひょっとしたら人間の生まれ変わりかもしれなくて、その牛を食べてるってことでしょ。それはいいの？許されるの？やっぱり焼肉は最高だお。カッパの好物はキュウリだと言われてますが、僕はキュウリより肉の方が好きですね。セルゲイ様どこへ行ったのかしら。右上にいますよ。あらあら、まあまあ、この植物珍しい種類だわ。来たことあるよね。これはなんだ、これなんだ。今度デイブさんとゲーム勝負するんだ。もしよかったら来る？テレビゲーム？そんな遊びがあるのか。やってみたい。やり方教えてくれよ。大丈夫？こいつ外出なくなるよ、ゲームにハマっちゃったら。宴会だ、飲みまくるぞ。あ、ちょうどいいコンビいるね。おお、姉ちゃんいける口だね。いいよ、もっと飲もうか。この子にお肉はちょっと早いかしら。うん、ちょっと早いんじゃないかな。ちょっと待って、なんか裸いるわ上司にも得意先にも気を使わなくていい宴会、最高だね。最近の若者でもそんな気使わないでしょ。美味しそうにお肉を頬張ってる。この肉なかなかうまいな。うちのレストランでも使おうか。おはよう。今日はいつも以上にいい天気だね。なんか幸せになる一言言うな。神様とのご対面おめでとうにゃ。ここまでの道のりでここに残るものが少しでもあったら嬉しいにゃ。これ俺に対して言ってる？リラが来る可能性を忘れ肉に釣られてきてしまうとは何たる不覚。家には入れないんだ。じゃあ小鳥ちゃん、あなた実は元人間でしょ。そういえばジョニーがいない。
あの野郎、どこに行ったんだ？探しに行こうじゃ。今すぐに行っていいんだな。探しに行こう。今すぐに行っていいんだな。よし、行こう。ジョニー、どこ行った？何してんの、こんなところで。ジョニー、ここにいたのか。肉なくなっちまうぞ。おお、悪いな。ちょっと考え事をしていてな。考え事？俺は小鳥ちゃんに頼んだ。お前さんが一人前になるまで。師匠、手助けしてやってくれってな。ジョニーが頼んだんだ。おう、そうだな。だがお前さんはこの短期間で急成長して、魚の神様を見事に釣り上げた。もう一人前どころか、俺をしのぐ実力と言っていいだろう。俺としては小鳥ちゃんに帰ってきてほしい。だが小鳥ちゃん、お前は物じゃない。どうしたいか自分で決めてくれ。小鳥ちゃん、小鳥ちゃん決めていいよ。お願い、一緒にいて。いや、一緒にいてほしいよ。一緒にいてほしいけど、そこはでもジョニーの気持ちも考えたら、小鳥ちゃん決めていいよ。悪い、ジョニー。もっとこいつといろんな景色を見てみてんだ。ジョニーに比べりゃまだまだ頼りねえやつだけどよ。だからこそそばに行ってやりてえっていうか、なんていうか、ふ、そう言うと思ったよ、小鳥ちゃん。でもお前の口からそれを聞きたかったんだ。小鳥ちゃんを頼んだぜ。さあって、肉でも食いに行くかな。まあ、その、なんだ？そういうわけだから、これからも、よろしくな。仕方ないなあ。はあ？調子乗るんじゃねえ。ジョニーは言ったが、おめえはまだまだなんだからな。これからはもっとビシビシ行くぞ。あー、エンディング、これでとりあえずストーリーとしては終わりか。なるほどなるほどね。いや、楽しかったな。いや、釣り自体はそんな難しくなかったし、だけどストーリーも、うん、サブクエもしっかりできてるから、ちょっとサブクエでもしっかり見ていきたいね。まあ本当はこれにくっつけたいけど、サブクエもちょっと時間かかったりするから、うん、これちょっとサブクエは別で、さらに最後にやろっかな、やろっかなっていうか、アップしようかな。すごい、ゲーム作るのってこんな、なんかでも名前じゃないっぽそうな人も入ってるな。嘘ついてる人いる？すごいな。いや、だけど本当になんかストーリー的にもしっかりできて面白かった。ただ主人公の過去とか、まあ孤独死したのは分かったけど、もうちょっとなんかどんな生活してたのかとか知りたいところではあったよね。うん、なんで孤独死したのか、まあなんかいじめっぽい感じにはなってたけど、まあ、ちっちゃい頃に、まあ、親が再婚してお母さんが弁当を作ってくれなかった。でもそれが孤独死とはつながらないような気もするし、うん、そこら辺はあれなのかな、友達とか全部やったらまたちょっと違うエンディングとかあるのかな、どうなんだろう。まあそこら辺もしっかりやってみようかなとは思ってるんで。ん？お、ここまでのプレイありがとな。ん？まだ全部の釣り場に行ってないし、確かに。友達のイベントも全部見られてない？うん。心配するな。この後も俺様とあいつの釣りライフは続くぜ。そういえば、
猫とクマが主役のクマのレストランってゲームがあるんだが、そう、このなんかゲーム作った会社が、一つ目はクマのレストランっていうゲームを作ったらしくて、これが二つ目らしいね。で、クマのレストランのなんかつながりもあるっぽいんだけど、俺クマのレストランやってないからちょっとわかんないんだけど、多分クマが、嘘つきクマ、お前にメリットもあるだろうみたいなこと言ってたクマが多分主人公だとは思うんだよね。もうプレイしたか？プレイしてるとこの先もっと楽しめるかも。ああ、そうなんだ。プレイしてみようかな。もうプレイしたよ。釣り一筋。まあ、とりあえず釣り一筋で頑張ります。まあ、プレイしてなくても飽きさせねえんだけどな。かっこいい。誰ですか？確かに、っていうか友達全員も出てきてないの、よく考えたら。まだ足りない。あの人の役に立つにはまだ証が足りない。はい、証なんだこれ。で、はい。ただね、このゲームね、俺セーブがわからないのよね。どこでセーブすればいいかがわからなくて。あ、撮影しちゃった。誰がセーブしてくれるのかわかんないんだよな。おはよう。今日もいい天気だね。なんだここのびっくりマーク。幽霊みたいのいる。やあ、おめでとう。君の望みはひとまず達せられたわけだ。だけどそれはゴールではない。わかっているね。とはいえ、一つの区切りには違いない。そこで、お祝い代わりにいいことを教えてあげよう。友達の証をもっとたくさん集めるんだ。うん、やろうと思ってましたよ。大丈夫です。十分に集まれば、我は奇跡を起こす力を得られる。そうなれば我は、その力で君に贈り物をしよう。きっと君が気に入る贈り物だと思うよ。君は誰？贈り物って何？君は誰？それはまだ言えない。我は君の味方だ。とだけは言っておくよ。本当かな？ 滑ったみたいになっちゃった。いいかい？友情の証だ。友情の証を集めるんだ。なるほど。みんなには見えてないのかな？ん？どうしたんだ？ぼーっとして。は、妖精みたいなのが宙に浮いてた？何言ってんだ？疲れてんなら無理せず休めよ。自分以外には見えていないようだ。友情の証って知ってる？友情の証？知らねえな。あ、知らねえといえば、家の外に知らねえ石板がいつの間にかあったな。何か関係してるのかね。ふんふんふん。なるほどね。どうした？友達の頼みを聞くとインテリアがもらえるぞ。友達の頼みのインテリアじゃなくてさ、俺ちょっとセーブしたいんだよね。あ、ごきげんよう。はい。今日はいいお知らせを持ってきました。お、なんだなんだ。なんとあなたの仕事ぶりが高く評価されまして、釣り師 A 級ライセンスが授与されました。 喜んでますけど。で、A 級ライセンスって天国の一流釣り師の証。この資格があれば今まで行けなかった釣り場に行けたり、天使からの依頼を受けられたりします。あ、これまで私の依頼はプライベートの依頼で、今言ってるのは公式の依頼のことですよ。ふーん、公式の依頼なら報酬もいいんだろ。悪くねえな。はい、ということで早速公式の依頼です。お願いです。助けてください。うわ、嫌な予感がするぜ。この度私、天国釣り師ナンバーワン決定戦というイベントの実行委員をしてるんです。ほう、どんなイベントだ？なんだこれ。我々の決めた魚全部を一番早く釣り上げた釣り師さんに、何でも好きなもの一つをプレゼント。何でも好きなものというイベントなのですが、はい。が？
概要を周知した後にマーテル様から何でもやりすぎだと怒られまして確認せずに決めちまったのかひでえな。なので気心知れてるあんたに優勝してもらってプレゼントを辞退するかしょぼいの選んでもらうかしてほしいんですこれ頼めるのあなたしかいないんです。お願いします。どうする？ただ魚釣ればいいだけだから不都合はなさそうだが、まあ協力しようしかない。一択だ。本当にありがとうございます。俺らが出てなくても恨みっこな、俺らが勝てなくても恨みっこなしだぜ。もちろんです。それで十分です。早速最初のミッションなんですが、ドラゴンフィッシュのサイズ A 以上7匹釣ってください。ジャングルにいる魚なら。なんかスマホ落ちてるよ。お、何？あ、こいつらも参加してんの？ライバルいる。ん？なんだあのネズミたち。魚釣ってるのか？空方まで操ってやがる。なんか、着信が来たようだ。見れんのお前ら。着信とかも。ライバル？あ、こいつらがとチャットしてんの？ライバル？まさかこいつら。AQ だよ。AQ 釣り師ってこと？ AQ ライセンス持ってるってことか。負けないよ。かわいいジャングルの釣り場 C に行けるようになった。ああなるほどね。ここのレストランもちょっと見てみたいんだよな。まあ、ちょっとこの辺もちょっと次回しっかり見てみようか。うん。ということで、じゃあ今日のとこはこれぐらいにして、次回はまあ友達の依頼ね、この辺もあと6人か。あーでもこれさっきのやつらじゃないのかな、ネズミたちね。うん、これも結構長いけどね。まあ結構ここら辺ストーリー見せてたらあるかもね。うん、こいつらもマックスになったから出ないから、あとは他のやつらだね。うん、次回までに今度サブストーリーをじっくり見せていく編やっていこうかなと思います。うん、ということでご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。